雨の木を聞く、女たちは、大江健三郎の連作短編小説集である。1982年に新潮社より刊行され、1983年に第34回読売文学賞を受賞した。1986年に新潮文庫に収録された。中年を迎え、悲嘆の感情に支配された国際的な作家、僕の一人称視点で、 奇妙な人物たちとの行き札が描かれる。本作は危機に瀕した現代社会に生きる男女の滑稽なところもあるが物悲しい生き死にを描いた物語である。僕はハワイで行われた文学シンポジウムに参加した。迎賓のパーティーが民間の精神療養施設で行われた。そこで僕はアガーテという女性から庭に立つ雨の木を教えてもらう。 パーティーは施設の収容者によって開催されていたことが判明する。アガーテも施設の患者であった。大学時代の旧友の英文学者崩れで巨言癖がある高安かっちゃんがハワイ滞在中の僕を訪ねてくる。重度のアルコール依存で独特のパーソナリティの高安に僕は散々に振り回される。帰国後に僕は高安の妻の中国系アメリカ人の ペネロープ社オリンリーから手紙を受け取る。一通目の手紙で、アルコール依存の高安の再生のために、高安の構想をもとにした小説の合作を依頼される。二通目の手紙で、高安がアルコール依存の果てに自己死したことを伝えられる。僕が数年前メキシコの大学で教弁をとっていた、時にアシスタントをしてくれた日本文学研究者のカルロス・ネルボが、 末期癌であると知らされる。知らせに焦然としながらも、僕は、メキシコ時代を回想する。カルロスの期待な人物像、エキゾチックな異国の街での出来事が語られる。帰国の際の送別会の挨拶でカルロスは、自分が病気で痛みに苦しむことになった時は、自殺をするのでその手伝いをしてほしいと述べていた。僕は、日系人の主催する。 反角集会に参加するために再びハーイに出向くが集会は中止となる。ペニーが僕を訪ねてきて高安について話し成り行きで成功する。帰国後ペニーから手紙が届く。同封された写真には精神病院の火災で消失した雨の木の前に立つペニーとあが手が写っていた。手紙でペニーは核の大火による先進各国の破滅は避けがたいと述べる。 そして、彼女とアガーテは、退化後の減水爆にもつかると運動に目を投じるため、メラネシアに出向くという。僕が東京で通っているプールの常連の学生、たまり君は、プールのサウナで、やはり常連の OL 井の口さんから性的な挑発を受けている。ある日井の口さんが強姦されて殺害される。僕と同窓の高校の英語教師が犯人で、彼は、 犯行後すぐに自殺しているが、だまりくんが事件に関与している可能性を僕は想像する。雨の木というのは夜中に週があると翌日は昼過ぎまでその茂りの全体から雫を滴たらせて雨を降らせるようだから。他の木はすぐ乾いてしまうのに指の腹くらいの小さい葉をびっしりとつけているのでその葉に水滴を溜め込んでいられるのよ。 頭がいい木でしょうと登場人物の一人の女性アガーテは説明する。狂気、悲嘆、孤独、死、暴力などに満ちた光量とした物語世界で、雨の木は、ある場合には、現実の木、別の時には、宇宙樹など様々な姿をとって現れる。作中において、雨の木とは、暗湯であると繰り返される。総合的には、雨の木は、肯定的な、 宇宙的な再生に関わる暗湯であるようだが物語の始まりに僕がハイで出会った現実の木である雨の木は連作の終盤に火災で消失する作曲家の竹光徹はこの連作集の第一作頭のいい雨の木に触発され打楽器アンサンブル曲雨の木を作曲した第二作雨の木を聴く女たちは この曲の初演を受けて執筆されており、竹光徹は小説中では作曲家の T さんと称され、コンサートの場面が出てくる。小説では、調律されたトライアングルの音から始まりと記されているが、これは実際はトライアングルではなく、アンティークシンバルの音である。漢字が木から木に変わった理由は、小説内にも紹介されているが、 竹光が以前作曲した初のオーケストラ作品、木の曲と、その頃に生まれた、牧という娘の名前に由来する。また竹光は後に関連曲として、ピアノ曲、雨の基礎病、雨の基礎病2オリビエメシアンの強くに、もう作曲している。作品発表時の辞表には、主として以下のものがある。ありがとうございます。